はい、どうも平口ゆきと土方隼人です。はい、今回は新ゲーム考案しましょうの回です。お、新ゲームいいですね。今回はちょっと私が喋らせていただきます。お、任せちゃっていいですか。はい、ちょっとあのヘルプ呼ぶかもしれないけど進行平口ゆき P、はい、じゃあ頼みます。いきますね。はい、まずこの15個を今回は使ってやるんですけども、はい、最初は普通にブレイクどっちからします、はい、で、クッションに目玉も的玉も入れてはダメです。ダメですね。はい、はい、で、ボールは落としますか。ボールは落としていいんですよ。落としていい、落としていいんですが、けど手玉も的玉もクッションに入れちゃダメ。入れちゃダメ。どういうことですかこれ。あの、入れたら入れて、はい、手玉はクッションしたらダメですが、はい、的はポケット狙って入れても OK です。はい、でその時に的がクッションに向かってちょっとこう当たりながら止ま入らないかった時はそれはもう負けです。負け、はい、じゃあシュート外したら負けですね。シュート外したら、まあ、そこでゲームが終わるんですが、途中でそれ、はい、入れるじゃないですか、やっぱ15個あるから、はい、で入れたら1点もらえます。お、ポイント制のゲームです。あ、ポイント制ポイント制、はい、ポイント制です。ポイント制です。皆さん、あのちょっと終わらないんでいいですかね。いやいや、終わりたいです。はい、ちょっと楽しいんでこのままいきましょう。もうこのまま20分ぐらい説明して終わりましょう今日。それで、はい、とりあえずまあ言いましたね、ポイント制で、はい、なので一球一点ですよね。一球一点、はい、あで、クッションに入ってしまったりとか、はい、入ったのに入らないでこうカタカタってなって残っちゃったとか、はい、そういうことになってしまったら、はい、その時点でどっちかがその時点で終わりで、そうしゲーム終了、はい、もし私がそう失敗したってなっちゃったらマイナス5点で、5点、はい、結構大きいですね。で、はい、それでちょうどどうなるかはもう多分私たちも今分かってないんですけども、そうなんですよね。とりあえずやってみようという、これ新ゲーム考案企画、はい、ルールも先ほどちょっと考えて、はい、本当に初めてプレイするということで、そうです、もうどんどんルールを変えていきましょう。これはこうした方がいいんじゃないかなっていうところが出てくるかもしれないですね。そうですね。でその時はその臨機応変で、はい、こうちょっと やっていきたいなと。とりあえず一回やってみてどうなのかなっていう、はい、と思いますので皆さんちょっと、はい、じゃあ総合的には5点マイナスになるじゃないですか、はい、ゲーム終了時点で多分どっちかがマイナス5点なんですよ。はい、まあ、全てボールを落としきるっていう天才的なこともあるかもしれないんですけど。そうですね、はい。どうします、それを目指した方がいいかもしれないけど、ただお互いの残し方的に相手に落とさせたくない場所にやるのが多分戦略だと思うんですよ、こういうのって。そうです、ポイント取らせないためにどうするのか。そうそうそう、だからまあそうはならないと思うんですけど、はい、まあ、最終的にはそのマイナス5ポイントになって、はい、それまででお互いに何ポイントずつ取ってるかの総合点数で勝敗が決まるってことですね。そうですね、わかりました。うん、ボール落とした数がポイント重なってって、はい、例えば8対3になってて8対2にしましょうか。8個落としてました平口プロが、はい、僕が2個落としてました、うんうん、そしてもう僕が最後ミスった時点でどっちみちマイナス5点されても、うん、平口プロがボールを置いて勝ち、はい、で平口プロがじゃあ8対4の時に最後ミスってしまった場合、はい、5点失われるんで4対3で僕の逆転勝ちことですよね。そうです、はい、もうそれで終わりです。終わりです、うん、っていう感じで、このゲームの名前は終わってから決めました。終わりました。ゲームの名はまだ名もなきゲームを今から実践してみようと、はい、ちょっと待ってください、はい、もう一個あと何かありました。バンキングでブレイク決めるって言ってたんですけども、はい、はい、そうですね、これでバンキング勝った人がブレイクするんですよね。バンキングで勝った人がブレイクしましょう。入ったらどうする。ブレイクで入ったボールは点数でいいと思います。
それは多分土方プロがめっちゃ有利になると思うんですよ本当に。いやいや、バンキング2個とか入っちゃったらもう勝てばいいんですよ。まあそうですね、平口プロがブレイクでボールを落とせないわけでもないです。です。どう思います？ちょっとそれだと、まあまあやってみましょう。そうなんです。でもこれは一般的に考えたら、うん、ブレイクで落ちたボールは点数にしたい。もうちょっと今ここの有利差は少しあるかもしれないです。ただバンキングで、まあ、僕が勝てなければ全てはなくなります。はいはい、そうですね。やっぱ土方プロやっぱ。僕3分ぐらい落としますか？ちょっと頑張って。で、あれでブレイクでクッションに当たってしまうことに関してはブレイクのみは OK ですね。ブレイクが OK、はい、ブレイクしてからクッションに当ててはもう手玉も的玉も当ててはいけない。全部ダメ、はい、落とすか当てないか、そうです、どっちかですね、はい、あ、もう一つありました、はい、何ですか、手玉が的玉に当たらなくてもダメです。あ、そうだ、そうクッションに当てないことを意識しすぎて、一番大事なこと言ってない、弱くなりすぎて手玉が何も当たらなくても負けです。はい、そうですよ、はい、まあ、これはね、あのルールは説明文書いておきますので多分大丈夫です。結構長くなっちゃった、結構長くなっちゃったからどっかでカットするかもしれない。そうですね、はい、カットお願いします。はい、カットした後どうなるかは、はい、お楽しみで、はい、はい、それではやってみましょう。初挑戦、はい、名もなきゲーム、はい、やりましょう、はい、お願いします。お願いします。はい、このバンキング大事です。マジで大事、はい、本当に。僕じゃあ負けましょうか。絶対に。そういうレースは違うんだよな。お願いします。お願いします。あ、やばい、いや、勝ったっぽいな。全然違う。先行、土方です。まあ、ただね、ブレイクで入るとは決まってないですから。確率の話ですよ。確率は確率の話を平口プロがし始めるとそんな時代が来ましたか。確率の話ですよ。ではお願いします。お願いします。そんなに強くつきません。はい、そんなに強くつかない。そっか、1ポイント。うわ、うまい。でも1球交代なんで、私、はい、そうしましょう。あ、 OK です。じゃあ、あ、それでじゃあこれ入れて、そしたら1対1ですもん。そうですよ。ちょっと待ってね、もう何も準備してなさすぎですね。入れます。はい、入れて、入れられないところに調べる。これを入れても手玉をクッションに絶対入れてはいけない。で、外したら負けですよ。ナイスです。1対1、ちょっと1対1、はい、キッシュお願いします。はい、だからこれ今、無理に入れて外してもダメなんで、はい、本当に真剣に考えないといけないんですよ。だから5点リードしないと、もう外したら負けですからね。やべ、落ちちゃうじゃん。まずい、まずい、失敗した。まだ頭が分かんないな、これ回ってないな、これ。でもこれで外すとっていう話ですもんね。もう7番通っちゃいました。え、で今すごい15番見てた。いや、15番でいいですよ、別に。15番入れて、14番に当てて手段求めればすごいプロのテクニックは皆さんに伝えられます。いるよ。行くの？わかんない。本当に行くの？入れる、入れる。ないでしょ。いや、全然意味はないけど、ないでしょ。え、これ、いい。あ、で、ただ前、隠したのか、進路。隠したし、他の球を難しくしました。確かに、僕何も。8番か。さっきからただただトンキョンついてるだけなんですよ。ちょっとまずいな、これは。まずいです。見てなかった。さっきからめちゃくちゃ地味だったの。うわぁ、これ、これすごいちょっと嫌だ。これ意外じゃないですよね。嫌です。
二度突きなしです。はい。いや落ちないか。いや三番行きたいな。意外と練習になるかもしれないですね。シュートアウトとかもね、ね、山の力加減とか、あれでどこで、ね、やろうっていうね、うん、あれでこの辺に僕もやれればね、確かに難しいから。おお、めちゃめちゃ難しい。で、これ、出てみます。やばい、やばい、いけますよ。点数やばい。はい、よし、3-1？ 3-1 です。どうぞ、頑張って入れて、この辺どうするんだよ、シャワーをつけたいけど。92コンビ、これ、いやないから。ないなんかいつか行けるようにしたいもんな。僕はもう点数取らなくてもいつか稲口プロの自爆で勝つしかないですよ。まあそうですね。いや、点数を捨てた男。これあれですね、もう先に何点取ったら勝つとかもあってもいいですね、いつか。10点取ったら勝つとか、あで、私が今言うでみたいな、そうっていうのもあってもいいかもしれない。8点とかね、点数捨てた男の方が出ちゃうから。そうですよね、やっぱ2つあるとそうなって広がってきて、もう8点取ったら勝ちぐらいでいいですね。8点取ったら勝ちですか？変えちゃいます。いや今はしないです、負けちゃう。確かに。下手いな、下手くそすぎる。はい、もう1点返ってきますよ。で帰ってきてください。いいですか？はい、入れますね。5点差つくん。Ah!
え、だん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 ちょっと点数追いついてきますね、これ。確かに。ただ次3倍入れられちゃうか。プレッシャーかかりますよ。そうですね、できる。なかなか。やばい。全然弱いな。さあ、ここからですね。これでもう、外したも負けです。今まで落としたボールは、ほぼ関係ないです。お互いに、どれぐらいチキンで、僕はだから絶対もう落とせないんですよ。落としたら負けちゃうんで。確かに。で、私が落としたら勝つから。そうなんですよ。そうですね。不利が不利なんですけど、はい、もうひたすらクッションに近づけていくしかない。ちょっとなんか、緊張してくるな。この微妙な。うわ、結構。7番がクッションにだんだん近づいていって、ちょっとだんだん面白くなってきたな。もう落とさせてもいいわけだもんね。そうだよね。めっちゃ似てる。そっか、落とさせちゃいけないんだ。あれあれあれ。まだ頭がね。弱いか。これ落ちないから。あ、やばい。あらないにやられたらダメなんだ。そっか。これ落ちないかな。
失礼します。待ってますよ、大丈夫よ、危ない危ない、いやちょっと失敗した。危ない、これこっち側にラックやってもらったら、もうここで一つ交代ね。確かに、そうですね。いや遠いかった。左手でやった。いや、届かないもんね。あ、大丈夫。そっか、そっち行かれちゃうか。え？やばい。やばい。これはまずい。これはいいんじゃないですか。これはこれはまずい。この形がいい。こうなってくるとポイントめちゃくちゃ効いてくるわ。全然違うね。そうですね。ポイントでかいわ。うん。だってもう落としちゃいけないっていう確かにところで、すごい今のこの攻防の幅が縮まってるんですよ。うん。これどうしたらいいのこれ。これ結構。激うまだったね。激うまですね。いや、まだ。でもだって落とされても負けなわけでしょ。もう最高だよ、本当に。だって、ちょんって当てられたとしても次を落とせるわけじゃん。負けたの？もうつかないでだろう。負けたくないからつかないでだろう。ちょっとどうしたらいいんだろう。まあ、超薄くか。もうここに超薄くか。なんかこう、揺れることを願って、こう。えみたいな。そうだよね。えみたいな感じがいいんじゃないですかね。全然負けかけではないです。この距離も、この距離当ててクッションに入んなかったらマジでうまい。つくかそろそろ。そろそろつくか。めっちゃ見てるな。見ますよ。どうしてやるかなと思って。こんなの勉強にならないんで、いや本当につきますね。本当についてくる。ちょっと短い方がいいな。うん。値段のイメージと真剣にやろう。値段のもうちょっと待って。値段のもうあのクッションに言えないぐらいの力加減でほんのちょっと薄く当てる。始まらないのがいいですか。それまでめちゃくちゃ元気なかった人みたいな感じになっちゃうんで。元気な。今もだって再生ボタンを押す前に、負けたかもって言ってました。なんか普通にナインボールとかテンボールで負けるより、はい、この新ゲームって本当に初めてやってるじゃん。はい、うん、初めて。
初めてやってて負けるってなんか本当に悔しい。嘘。やったことないゲーム。そうなんですか。でも今後だって負けないように死ぬ。ごめんなさい。対戦相手があなただからです。あ、私だから。そうか。はい。じゃあちょっと。もうこの今日の。すごい楽しかったですね。夢でこの最後の7番のイメージがちょっと頭に出てきそうですね。あ、行った行った行った。ファッみたいな。なんだよ。でも実際試合ではね、やっぱクッション入れないとダメだから。やっぱすごいね。いやでも本当にすっごい手玉が最後転んでる時に、うん、これは行ったと思って、ね、希望しかなかったの。当たってよしと思った瞬間にクッション入った瞬間に一瞬で絶望に変わるから。希望がね、絶望になっちゃった。いやでも面白かった。結構ねいいアドレナリンが出ました。いいですね。うん、最後集中してシュートアウトの超練習になるね。そうですね、またやりたいですね。またちょっとライブやりましょう。はい。あの2戦目はライブで、2戦目はそれまで平場でやんないのかって話ですけど。ぜひね、はい、皆さんにやっていただきたいなと思います。このゲーム、はい、勝った平口プロが名前を決めていいです。はい、今新ゲーム考案、ちょっとさっき考えてたんですけど、考えました。はい、思い浮かべました。はい、いけますね。うん、このゲームの名前、ちょんちょんビリヤード。ちょんちょんビリヤード、かわいい。ちょんちょんビリヤード、名付けて、いいね。名付けて省略します。確かに、だってちょんちょんやってるもんね。ちょんビリ、ちょんビリ、いいですね。はい、このちょんビリ結構ハンデつければいろんなレベルで遊べそうですね。いいと思います。ひらがなでちょんビリ、ひらがなでちょんビリヤード、はい、ちょんビリ、日本で初めて勝った人は平口プロです。日本初、日本初。なんかね、こうした方がいいよとか、いやこうした方が面白いっていうのがあったらコメントにもらえるといいです ね。そうですね、はい、何か改善点があればぜひコメントお待ちしております。またじゃあ今後もね、はい、新しいゲーム考えていきましょう。はい、はい、じゃあ皆さん今回もご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録と、はい、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、次回またありがとうございました。はい、ありがとうございました。